はい、ありがとうございます。それでは開始したいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は、占い師です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。もうね、昨日大変だったからね。メタメタはやめてね。もうメタメタだけやめてね。昨日狼に接待試合したんだからさ。やめてね、もう。なんとなくみんな俺の心が分かってるけど、もうしょうがないからもう、っていうパターンになったからね。俺ずりからしたっていう。で、メタメタ言い出したの狼だっつう。って思いながら。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。2番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。村陣営です。特に資料とはございません。これ聞こえてますかね？聞こえてる程度で喋りたいと思います。進行論はもう多分もう皆さん大体一緒だと思うんで、私が言いたいのは、霊能が二人出てきた場合は、私は脳死釣り切るタイプなので、霊能の精査いらないかなって思ってますって感じかな。ちょっと人来ちゃったんで、一回ちょっと出てきますって感じかな。2周目頑張ります。3番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。3番です。村人陣営でした。特に役職しようありません。そうですね。2番さんはお客さんということで、自分的には、最近、2、1番目ですかね。占い師2人に、霊能1人隠った時に、グレイグじゃないですか。グレイグ時に必ず、行く時に、陣外さんって、自分が釣られそうだったら役職しようで騎士出てきますよね。だから、もしかしてグレイグ時って、グレイグって決まった時にもう騎士出た方がもしかしたらいいのかなと思って、そのグレイに行って、騎士使用しない人って、その釣られる位置に上がってね、そして村人っぽくなっちゃいますよね。必ず人外の人って、1日目に釣られないように騎士使用しちゃうと思うから、そんな感じですかね。グレイグ時は一回騎士出してた方がいいのかなっていう進行。こんな感じです。よろしくお願いします。4番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。占い師です。9番さんがランダムでしたです。あ、お願いします。役について触れると、3番さんとは違って、まあ、1周目っていうのは騎士、潜伏でいいんじゃないかなと思います。本当にグレーで、その例えばね、1番さんに票が集まりそうな時、本当に1番さんが騎士の場合だけ出た方が俺はいいと思ってます。それぐらいですね。うん。でも、2番さんに触れると、まあ、2周目かなって印象。で、3番さんに触れると、そうだな。まあ、ちょっと進行欄はちょっと僕とは違うかなと思うんで、ちょっとまだ2周目に期待しますって感じです。で、対抗の占い師出てくるか分かんないけど、出てきた場合は必ず人外なんで、その人から投票お願いしますって感じです。で、霊能ってのは僕は1周目に出てきた方がもう盤面スッキリすると思ってるんで、霊能は1周目に出てきてください。で、僕、釣り切りじゃなくて明らかに変な、なんか霊能やったら俺はそっち、決めてもいいと思ってるけど、まあ、どっちもフラットやったら擦り切り派ですってわけ言ってきます。2周目しっかりと交差していきます。以上です。ご覧さんどうぞ。5番のプレイヤーが発言します。うん、はいはいはい、そうですね。うん、女房さん偽ですね。うん、にじみ出る人外観。うん、狂人か狼。うん、うん、頑張ってムラリ出してるからですよ。うん、本当の振動占い師はムラリマイナスにするんです。はい、そうですね。女性プレイヤー大好きって言いながら印象をあえて悪くして、そうですね。白い服の人は白いから隠し色になる運命じゃないですかって言って、伏線張ってですね。そもそも伏線張らないからね、人外ね。そしてね、2番さんの位置で潜伏占いをすると思いますよ。わざと。うん。怪しまれるために。怪しまれるためにね。うん。神明なんか取る気ないからね、その人は。死んだから。うん。グレー星さんも役についても触れないと思うわ。うん。だってその人死んだから。うん。だって4番さん、人外の時にムラリ出すでしょ？うん。ムラリマイナスにした印象をマイナスにするなんて、技はできないよ、人外。以上。6番のプレイヤーが発言します。はい。特に手はありません。
5番は自分が潜伏占い師ですっていうことを言ってるんですかね。まあちょっとよくわからないんですけど、4が占い師で、9に資料で、でも5番が占い師で出てるとして考えたら、占い師2人出てるということで、2と3が狼は2人ないかなっていう感じでね、考えようかなっていうか感じでいこうかなっていう感じですかね。うん。ただ、あの4と5にどっちか、あの、狼がいるんだったら、ニートさんが相方じゃないかなと思いますけど、どっちか1人はね。うん。だから、今日グレー、もしね、4と5が占い師だったら、あの、占い、4と5が狼だったらなんですけど、4と5がどっちか狼で、占い師が2人だったら、グレーからになったら2か3から行きゃいいんじゃないのと思いますけど、相方がニートさんにいて、後ろの狼がもう出ようとしたとか、してるの5番か、4番が出てるかっていう感じで。うん。だから占い師が2人だったらね、グレーからとなったら2か3からいきます。はい、以上です。7番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。村人陣営でした。5番さんが、まあ、潜伏占い師っていうことで、まあ、言ってるね、感じしますよね。で、そこを6番さんが察して、まあ、5番さんが占い師なんじゃないかって言って、まあ、ただ5番さんの占い先わからないですね。うん。で、まあ、4番さんが9番さんに白把握です。で、4番さんの、なんていうの、進行論的には特に違和感なかった。3番さんっていうのは、グレーするときに、騎士はちゃんと出てきた方がいいんじゃないのって、そういう進行もいいんじゃないかなって言っていて、3番さんの、あの、人狼はないと思った。なぜならば、そういうね、あの、発言すると、あの、占われ位置になっちゃうので、3番さんの人狼はないと思いました。で、まあ、2番さんはね、発言がちょっと聞けてないので、まだわかりません。で、6番さんは色落ちなしです。はい、以上です。8番のプレイヤーが発言します。4番さんが急に、乱白を把握しました。で、ちょっとね、私は気になったのは、5番さんのムーブね、潜伏してる占い師だと私は思ってますが、興味が高いなとかなと思ってる。この後の発言で黒いところに2周目、白打ちしてくるのかなと思う。イコールご主人様に白打ちしてくるのかなと思った。で、まあ、4番さんに関しては役の進行を導き方がちょっと甘いのかなと思いました。で、3番さんに関しては私7番さんとはちょっと違くって、騎士に触れてるから飛躍すかししてるんだよね。あ、日村ごめん。そうだ、飛躍すかししてんのね。で、7番さんの考察だと、3番さんは、占い地に入る、イコール私は無駄占いだと思っているよ、3番さんに関しては。で、2周目3番さんが、何占い地から外れる、ローには、んローには見えないって言ってたんだけど、私は見えちゃったんだよね。ちょっと黒く見えちゃったんだよね。だからそれって、あの、占い師目線だと無駄占いになら、9番のプレイヤーが発言します。何言ってるか分かんないなって人が多くて、ちょっと何言ってるか分かんないです。まあ、この状況だと多分占い師が2人出てくるでしょ。多分それだと5が濃厚になるんだけど、俺が違和感あったのは、まあ、5の理論も意味分かんなかったけど、まあ、占い潜伏占いやってんならまあ信用は取れないだろうけど、まあ、分からなくもないかなってところで。で、まあ、7って6が、5潜伏占いでしょっていう話をしてて、まあ、5、6、ローローはなさそうだなと思った。5、6、ローローだったら、6は5が潜伏占いでしょっていう風に繋がりを見せないと思ってるから、色付けにも見えるよね、6、5だったら。だから5、6のローローはないんだろうなっていう風に思った。で、7ってのは6の意見に丸のっかりで、5が潜伏占いだと思う。いや、8、9で出るかもしれないじゃんっていう風に思ったかな。6の意見に、なんかそこの前提だけ丸のっかりしてるのがちょっと臭く見えたかな。3っていうのはすごい起点を作ってたから、うん、精査しやすい位置だと思ってる。2周目に全部印象の落としていきます。1番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。私レイノです。把握お願いします。まあ、グレーからいくと2番さんは特に色落ちしてないが、2周目、しっかり、どこ釣り位置かっていうのをしっかり言ってほしいかな。そこから色付けしていきたいかなというふうに思っている。うん、3番さんに関してはね、うん、ちょっとグレー行くとき騎士出てほしいって言った発言があったからね、こういや飛躍すかした8番の視点はまあ真っ当かなっていうふうには思ったけど、ただね、うん、その辺はどうなのかはちょっと今後、見ていきたいかなっていうふうに思っている。うん、で4占い師でこのまま4が、一角するんだったら俺は4を、占い師占い師と見て、進行を進めていきたいかなっていうふうには思っている。
はい。5に関してはね、4を偽で見る視点がちょっと分かんなかった。その潜伏占い師がどうのこうのって言ったんだけど、5が潜伏占い師なのかっていうのはちょっと若干気になったかな。で、6は4、5が狼だった 2、3、ついたいという視点が分かんない。7、8。2番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。5番さんが潜伏占いで、9、白。あ、了解しました。うん。そうですね。まあ、今日はそうなると7、1で多分ローラーになるんですけど、俺結構黒いなと思ったのは8番さんかなって思いました。うん、6番さんに関しては、5がローだったら、2、3の方がいるっていう、その数理は全く分かんなかったです。正直、後半の7、1番で話聞いてない中で、私たちに、黒を断定するその理論が全然分かんなかったけど、一番黒いのは8番さんかなって思いました。俺らの3番さんに対してっていうのは、めちゃ、あ、やっぱプツプツになっちゃうんですね。聞こえてますかね、聞こえてますか。うん。これは、あれです。多分8番さんは多分ローだと思ってます、現状。うん、俺、3番さんっていうのは、飛躍すかしたんですけど、飛躍すかしっていうのは、割と占い位置入るので、3番さんっていうのは、俺、マックス強靭だと思うね。占い位置に入りたい強靭なのかな、もしくは村、どっちかかなって思ってます、3番さんに関しては。そこを黒、要素と取った8番さんっていうのが割とちょっと雑だったかなって思います。7番さんの3番さんに対する精査の方が割とまっとうかなと思ってますって感じかな。なんで今日は現状俺8番さん行きたいですね。で、あ、8番さんは行けないんです。8番さんを黒く見てますって感じかな。今日は7、1ローラーに絶対完遂します私はって感じかな。うん。って感じかな。8番さんの様さんに対する黒理由が飛躍すかしただけっていうのがあまりにも雑すぎるんで、8ローで見てますって感じかな。4号はちょっと。3番のプレイヤーが発言します。はい、3番です。そうですね、その、ま、飛躍すかしっていうか、あと、占い師が自分の白先について喋るっていうのもそうなんだけど、でも、7番さん、じゃあ、3番さんは必ず騎士じゃないってことでいいってことなんですかね。それは分からない。騎士はこうやって動いてほしいっていうのを言ったけど、その人が騎士かどうかなんて分かんないですよね、実際問題は。騎士使用したらその人は騎士って信じるかもしれないし、人村って言ったらそうだけど、騎士について言っただけでって、なんかそれちょっとなんかね、うん、雑な黒塗りみたいな感じで自分的には感じちゃうんだけど、そんな感じですね。だから自分が騎士じゃないって一言も言ってないですよ。グレー行くときは騎士出させた信仰の方がいいんじゃないかなっていう意味で言っただけで、信仰はね、占い師さんとか一角の人が決めればいいんじゃないかなと思っています。で、そうですね、6番さんがなんで3、2が狼っていうとかっていう理論、言ってる意味がわからないですね。うん。だからそうや、その、なんか理由がわかんないから6番さんはなんか2番と3番、そこを狼にしたいのかなっていう意図があるのかなと思って、てるな。で、5番さんはね、よくわかんない。1周目の言ってることはよくわかんなかったんだけど、そう、自分が占い師だからっていう前振りだったってことなんで、ね、うん、そっか。とりあえず今日は霊能で行こうと思って、とりあえずはね、釣り切りでいいんだと思います。みんな自分の好きなところに置いてればいいんじゃないかなと思ってます。以上です。4番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。私が真の占い師なんで、5番さんってのは圧倒的に人外です。これで潜伏で、その、なんだろうね。人外だからこういうことできるんだよ。普通の占い師ってのはこういうことできないから。うん。だから5番さんから言ってほしいけど、まあ、4号が真偽つかないなら、まあ、普通に考えたら、霊能ローラーってなるんだよね。でも正直、7番さんと1番さんって発言ってのは、正直、霊能で見てなかったから、どっちから釣ろうってのは正直、新占いだと分かんないんだよね。うん。だから、後から発言聞いて、俺は7、1どっちかに入れようと思ってます。って感じかな。で、6番さんの意見ってのが、4号で占い師が出た時に、2、3にローがいるって言ったんだよ。うん。その、なんでそういう話が出たのかってのをちょっと聞きたいかなってところ。うん。6番さんの後ってのは、7、8、9、1、まだ4人いるのにね。なんでそこで断定できるのかなって話したいかな。うん。でも、それでも5、6のつながりっていうのはちょっと見えないかなと思う。うん。どうだろう。まあ、9番さん隠し色なんで、うん。まあ、占いで
5がローなのか強なのか分かってないけど、71で出てる以上9番さんってのはもう強はなくなったねってところで言ってくる。だから9番さんには頑張ってほしいかなって印象です。うーん、それぐらいかな。まあ2、3的には8番さん叩いてたねって印象なんだよな。うん、8番さんの2周目の気もしっかりと聞かせてもらいます。今日は71どっちかから入れようかなと思ってます。5番さんは人狼か強人どっちかか、また頑張って精査します。以上。5番のプレイヤーが発言します。うん、今聞いてもらった通りなんです。僕を何度見て狼と見てるなら相方探ししなきゃいけないわけですよね。うん、全然探してないんですよね、4番さんは。全く聞いてわかると思うけど、うん、5番を強と見てるのかローと見てるのか、そもそも僕のローと見てたら相方はどこにいるのっていう。71なんか精査しなくていいでしょ。うん、だって釣り切るんでしょ。決め打ちするなら精査すればいいんだから。うん、しっかり俺は言ったよ。白い服を着てその人は隠し色になるって言ったよ。7、9しかないでしょ、白い服着てるのは。隠し色になるのは9番しかないでしょ。言ったよ、俺はちゃんしっかり。うん。4番さん、あのさ、占い師なんだろう、グレーの人ってかなんだろう、あの、グレーの人視点で話してる感じなんだよね。占い師だったらしっかりさ、あの、俺が来るだと思ったら相方は誰？うん。6はないと思った？じゃあ8、2、3ってことなの？うん。そういうとこだよ。うん、4番さん、あの、言った通り、うん、俺は精査しない。あ、聞こえない？聞こえないんだ。嘘でしょ？まあいいや。うん、あの、4番さんに新芽があると思うんだったら、俺は初めから言ってんじゃん。疑われるためにムラリマイナスにして印象マイナスにするために、意図的にグレー精査はしないと言ってるけど、4番さんは頑張ってムラリ出す人なんでしょ？じゃあ、8、2、3の誰だったの？4番さんの視点で。うん。占い師じゃないんだよ、もう。4番さん。悪いけど。うん、俺の相方探ししてない時点で。以上。6番のプレイヤーが発言します。はい、9が隠し郎で僕騎士ですね。でももうおりませんから、僕は騎士ね、アーマーじゃないんで。だから9が騎士で出てきたら僕を釣ればいいんですけど、まあ僕騎士で、僕はあのやっぱり3から行きたいですかね。2と3が怪しかったんで、だから3が騎士と出たら全人がいる人なんで、その時は占い師から出行けばいい。222になってね。だから、初日は誰つっても負けませんから、まあ、ちょっと怪しい感じの3から、僕が言ってるのは4と5から占い師が、あの4と5が占い師、まあ、喋ってますんでね。うん、まあ、無視します。で、4と5から占い師、かつ狼だった場合は、あとまあ、だから24でも34でも、25でも35でも、とにかくあの、4と5が狼だった場合は出ないと部屋村になるから出てるんじゃないかっていう、そういう考え方で言って、で、あの、4と5が占い師、あ、4と5に教授じゃなくて狼がいる場合はっていうので、2と3に狼いるんじゃないかって話してるんでね。だから、22だから、売れのが教授で、占い師が狼となった時には、やっぱり2と3にいるんじゃないかなって思いますから。だからもう、騎士のね、ちょっとあの、言うこと聞いてくださいよ。だから3がね、2と3だったら3の方が怪しいと思ってるんで。はい、じゃあ全人がいる人、今日占い師から行きましょう。どっちでもいいですよ。4でも5でもいいんでね。4でも5でもいいから、でもほぼほぼ3は狼だと思うけど、4から行きましょうか。4の方がつながりが見えたんで、4行って、霊能リレー見てもらえたらいい。隠し色が、8と2にもできたんでね、8と2隠し色です。8、2、9隠し色。だから4と5に、行きましょう、今日はね。うん、僕はね、5守りますんで。まあ、5守りますか、4入れて、残った方の7番のプレイヤーが発言します。はい、まあ、あの、6番さんの言うことをまとめると、なぜ4番さんと5番さん、占い師に行くかっていうと、占い師の方がローが出てるからっていうことだと思います。で、私は心霊能なので、1番さんは強人だと思います。で、4番さんが偽だと思います、あの、占い師はね。で、騎士は6番さんが真だと思います。そうだ、3番さんってね、なんで、6番さんが、あの、騎士ですってチャットした時にね、3番さんも騎士だったら出てきてもいいし、あの、かなり3番さんで叩かれてしばらくしてから騎士使用したんですよね。だから3番さんが怪しいかなと思ってる。だから8番さんはおのずと白くなってくるのかな。8番さんは3番さんを叩いてたからね。まあ、8で黒連れて、3、4、ロー、ロー、1、強人かなと思ってます。で、あの、
ただ占い師行っていいのかな。どうなんだろう。どうなんでしょうかね。今の感じで4番さんは、5番さんを、人狼か凶かわからない。だけれどもね、17で、出てきているわけだから、大体は、心境だと思うんですよ。それを言わなかった4番さんっていうのはすごく怪しいですね。まあ、5番さんもね、グレーに触れていないから5番さんだってね、怪しいんだけれども、まあ、4番さんのね、その考察力でね、それを言えないっていうことは、ちょっと4の方が偽かなのかなと思っている。だから、騎士行くんだったら3行って、占い師行くんだったら4行きます。はい。9番さんに決めようってもらおう。8番のプレイヤーが発言します。危ない。2番さんを黒く塗るところだったな。289も隠しのね、全人が露出してるからね。あ、じゃあ、そっか、2番さん黒チェックで置いちゃった。申し訳ないと思っちゃった、今。そうだね。3番さんっていうのは、本当の騎士だったら私は、白くなろうと思うし、騎士についてあまり触れたくないから触れない。むしろ4号が、占いだったら、4号に、どういう、場面的にどういう場面動けばいいの ?22 だったら出ればいいのとか、そんな感じで4号がちゃんと言えばよかったんだろうけどね。だから3番さんの騎士はちょっと信憑性低いなと思っている。今のところ6進で見ているよ。で、霊能に関して17は、まあ、脳死で私は釣り切るタイプなんですけど、どうします？そっか、9番、どうしよう。占いだったら私も4番さんだと思っている。4番さんっていうのはね、まあ5番さんもあんまり触れてないけれども、2、3に関してあまり触れてなかったんだよね。まあもう2番さん隠しろだから触れないでいいけれども、3番さんも、3番さんっていうのは初週、あ、2週目だ。2週目、私に触れてないで7番さんに、7番さん叩いてたんだよね。多分そこ4番さんの把握漏れなんだけれども、正直5番さんがなぁ、わかんないんだよなぁ。かぶせてくるのかなぁ、急に白をね。で、グレー幅広げてんのかなっていうのもあるんだけれども、占いだったら4番さん。霊能だったらもう1、7、どっちでもいいなって感じなんだけれども。どうしましょう。9番さんちょっとごめんね。時間ないんだ。ちょっと表。9番のプレイヤーが発言します。じゃあ、指示出します。今日別にぶっちゃけかませてもいいから、289の確定資料。まあ、かましちゃったらかましちゃったらいいし、むしろそうした方が護衛指示出しやすいから、じゃあ指示出します。3は2か9守って、2か9。3は2か9ね。3は2か9。で、6は、9か8。守ってね。いい ?3 は2か9。で、6は8か9。OK。はい。で、今日は霊能詰めでいいんじゃないかな。多分、心境だろうな。で、騎士と占いが心労な気がしてるけど。まあ、でも、釣り切っちゃっていいと思ってるかな。霊能に関しては。で、占い師は好きなとこを占ってください。どこでもいいです。どこでもいいから。まあ、289以外ね。もう分かってると思うけど、289以外だったらどこ占ってもいいんで、まあ、対抗占いはしなくていいかな。どうせ心労だから。残った霊能でもいいし、まあ、騎士。まあ、騎士の方がいいんじゃないかな。まあ、どっちでもいいけど。まあ、それで、結局、ライン戦になって、決め打ち、俺と289で頑張っての、残ったね、289の誰か残った人たちで、決め打ち勝負を頑張ればいいんじゃないでしょうか。っていうところで、まあ、あとは1の発言聞いて、今日は1、7どっちかでいきましょう。微妙だなって。まあ、いろいろと言いたいことあるけど、5に関しても結構ブーメラン刺さってると思うんでね、4に関してグレー精査してないって、まあ、横も相方探してなくないっていうふうに思うけど、まあ、あんまり4の新面も全然感じられなかったし、信用勝負で。1番のプレイヤーが発言します。まあ、はい。9番さんの提案でいいと思います。占いに関しては正直言って5が真かなっていうふうに思っている出方的にね。まあ、5番はあらかじめ布石を置いておいて、言っていたんで、4と5だったら、まあ、5の方が真かなというふうには思っている若干。ただ、私が霊能使用した後に2番さんの位置で7が、使用してきたんで、霊能対抗で出てきたっていう点を考えると、7は強靭なのかなというふうに思う。って考えると、4号は心労だと思っている。で、3、6に関しては正直わからん。3が霊、3が、騎士を透かしたのに、後から、6番の後から騎士使用で対抗で出たっていう点。
この辺もね、ちょっとどうなのかっていう精査がちょっと今わからないけれども、まあ、明らかに出方的に遅かった3番が偽かなっていうふうには思っているかな。かな。まあちょっと今日は霊能から言ってもらって構いません、全然。17どっちでもいいと思うので、はい。まあ、7がローで出てきたパターンも考えられるか、そうなってくると。そうだよね。4が一角している場面で、2の、発言順で、7がローで、霊能使用してきたパターンも考えるから、5-7ロールもあんのかなっていうふうに若干思ってるかな。5が偽だった場合ね、4シーンのね。で、カリウド、あ、騎士に、強人がいるっていう考えかな。ちょっとわからないけど、今日はまあ、7行ってください。以上。全プレイヤーの発言が終了しました。その疑いには、どんな根拠がある？投票が一番やばいけど。なんか嫌な予感しかしないけど。どっちか入れるわ、投票。嫌だろうな。ロープと合わすのはめんどくせえし。まあ、ちょっと俺はもう、気持ち入れるタイプだね。投票が終了しました。なんで投票追放されるプレイヤーは7番7番の遺言を発表してください。はいはい、新弁能ですよ、私ね。だから1番さん確実に釣ってくださいね。まあ、記事はね、6番さんの方がまあチャットが早かったし、3番さんのチャットがね遅かったから、3番さんの方が偽だと思う。で、4番さんが偽だと思う、占い師はね。なぜなら、4番さんっていうのは、5番さんを、まあ、今日かろうかわからない。だってさ、1番と7番が出てきてるんだからさ、まあ、大体釣り切るでしょ？そしたらさ、17っていうのは新境で出てるっていうことを、4番さんのね、時点で発言できるはずなんだよ。だけど、まあね、いろいろと4番さんも大変だと思う。なので、まあ、1番さん強人なので、絶対釣ってくださいね。はい、以上です。夜が更けました。人占い師の方は夜のアクションを行ってください。占った対象は人狼です。アクションだわ。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。5番6番のプレイヤーが発言します。安定策、はい、まあ、1でもいいですし4でもいいですけど、どっちでも PP ないんですけどね。まあ、僕の言ってた感じになりましたよね。まあ、だから、3の昨日のね、隠しろの、あの隠しろ3人衆の意見を無視した、合投票、なぜかね、4がね死んだと分かるらしいです。5番、あの3番は。だから、まあ、ほぼ3、だから、順番としてはどうでもいいけどな。4行って1が黒って言えば、もうそのまま3行き終わるし、4行って1が白って言ったら4行って1行って、最後、3と6でしょ。やればいいんじゃないですか。選んで。だから、またね、9番にね、指定してもらえばいいんじゃないの？隠しろ3人衆は生きてますから。はい。その人たちに従いましょう。あの、人外の可能性のある役持ちのね、4人は。以上です。8番のプレイヤーが発言します。5番さん死んじゃったか。そっか。まあ、5番さん死んじゃったってことは、もう4も釣るしかないんだけれどもね。17だったら私7死に見えたんだけど、気のせいかな。7番さんが強人だったら、4行きます、4行きますって言えなくない？ 4、5 どっちがご主人様かわからないんだからね。1周目、2周目でね。それで7番さんっていうのは4行く、4行くって言ってたんだよな。だから私7神で見えたんだよな。だから1番さん行ったんだよね。1強なのかなって。1番さんどっちに入れてんだ？ 1 番さんは？ん？放棄放棄してんだ。あー、やっぱ興味が高いな。さすがに新郎で、あ、ごめん、占いから行ってもいいんじゃないかな、今日。一番さんの共鳴がちょっと放棄してる時点で高いなと思って、7進1強。いやー、5番さん地神はしないと思うんだけどな。
で、6黒か。4番さん視点って言ってのは3番さん怪しくなかった初週から。だってさ、騎士だったらさ、白くなるし、占い師にも入ってはいけないと思うものだよね。その行動ってどう思ったのかな？それで4番さんっていうのは6を占ったのか。それがちょっと私的には腑に落ちないんだよね。正直3番さん、村だったら村、もう本当の騎士だったらちょっと村りがないなとは思っちゃった現状ね。ごめん、9番さん、どうしよう。1音だったら私4番さん行くけどどうしようかな、9番さん。どうも、9、2、3、お願いします。9番のプレイヤーが発言します。に関してはお好みで、もう2番さん決めてください。まあ、5の地紙は、まあ、ありえない。ありえないと思って、ありえないでしょ。こんなん。この場面、この状況下で5が地紙はありえないので。5の方が多分信用勝負としては勝てそうだったから、普通に5がそれで地紙するぐらいだったら、信用勝負に押し込んで4、まあ、信用勝負に勝って、うん、あの、人狼勝負、勝利の方が良かったと思ってる。で、騎士護衛先教えてください。今日の、昨日の護衛先教えてください。そこ。騎士の護衛先教えてください。3番と6番。それは正直に言ってください。8と9。3が9守ったのね。じゃあ3は2か8だね。6が、8守ったらしいので、2か9か。うん。昨日以外の、隠し郎2人、どっちか護衛してください。いや、もう俺噛まれていいかな。俺噛まれていいと思うんだけど、どうだろう。2番さん護衛指示出して。なんかね、これ割とね、護衛先一択にして、俺らの3人のうち誰か1人噛まれてもいいと思ってる。そうした方が、人狼、あ、そっちの方がいいか。ちょっと待って、考える。今日明日で、いやー、微妙かな、足りないな。今日グッチョブ起きてれば最高だったんだけどな。まあ起きるわけないか、5だから。まあ今日1か4どっちかお好みな方で、護衛指示に関しては2番に出してほしいかな。どっか一択に護衛させて、どっか一人かませるか、かませてもいいし、もしくは、護衛二択。どうしよっか。ちょっと待ってね。縄増えないな。微妙だな。まあ、二番さん指示出して。一、四、どっちもいいよ。一番のプレイヤーが発言します。まあ、今日5を噛まれてるんで、4行くべきだと思う。うん、正直言って。うん。投票破棄した理由は LINE が見たかったから投票破棄しましたっていうところかな。うん、で、7が白結果落ちてることから、4、3ロールなんじゃないかっていう若干見方はある。5が相方だった場合、私は7の相方を指定したんだけど、ただ4視点っていうのは、この相方が6だっていうことでしょ。占い新郎で思った場合っていうのは。うん、ただ6の出方的には普通かなって思ったんだけどね。3がちょっと遅れて出たから、ちょっと3が2攻めに思うけれども。うん。なので今日4、1のランでいいと思います。はい。いいと思います。うん。で、明日6、3の精査すればいいんじゃないですかっていうとこかな。うん。それか今日4行って、明日、私釣って、3、6精査っていう方向でもいいんじゃないのかなっていうふうに思ってるけど。うん。かな。まあ、どっちでも任せる。うん、今日は5が、確定紙されていることから4釣りでも全然いいと思っている。かな。うん、だから今日4、1のラインにしてもらった方がいいのかな。うん、はい。まあ、今日私は4行きます。以上。2番のプレイヤーが発言します。正直、護衛指示はもう全然どこでもいいですね。うん、好きなとこ守ってください。てかもう、全人外露出場面で5番さん噛んだ時点で、人外ってほぼ負けじゃないですか、これ。って思うんですけど、生の数的に、どうなんですかね。5番さん噛んじゃダメですよね、人外さんの人って。多分、2、8、9で噛まなきゃいけないところを、5番さんで噛んじゃったんで、生が足りちゃうんですけど、自爆案件でいいと思います、正直。だって、4番さんつって、明日6番さんつって、こう、順々にやっていっちゃえば、いいだけの話なんで、正直もうこれ、精査する人ないかなって思うんですけど、自爆案件じゃないですかってちょっと思っちゃってるかなって感じかな。以上です。3番のプレイヤーが発言します。はい、3番です。あ、自爆案件なの？そうなんだ。まあ、そう、うん。一応言うけど、あれ、2、2場面って普通、グレー行かないよね。あれ芸能から行くんじゃないの？だから普通騎士出ないかなと思ってて、騎士のやつ用意してなかったんだけど、
だから、6番さんが騎士って言ってるから、なんでなのかなって、アーマーなのかなと思って。だから6番さん、噛まれに来たのか、もしくは、俺が6番さん守ればいいのかなと思ってたんだけど、なんかそうじゃないんだよね。6番さんはそう、グッジョブ出すために、今日霊能行って、その後に6番さん、狼さん、神に行って、普通の真の騎士が6番さん守ればいいのかなって思って、ずっとそう思ってたんだけど、じゃあなんか6番さんの話だとなんか、こっちに来るっていうからさ、じゃあ人外なんだなと思って、騎士使用したんだけど、6番さん最初から2、3をなんか黒く塗ったり、なんか投票結果も、俺が5番さんに入れたとか言ってたけど、俺が5番さんに入れたんじゃなくって、5番さんが俺に入れてるんだけど、投票。そう、6番さん、すごいなんかこう、捏造だよね。俺がなんか6、5番さん。人狼が身分の開示を選択しました。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。8番のプレイヤーが発言します。もうびっくり。今手洗ってたのに。はい、8番。はい、8です。今ごめんね。手洗ってた。ごめん、ごめん、ごめん。どうしようかな。あとで守り先教えてもらいたいかな。3、6チャットでもいいんでね。んで、4でしょ ?4、3にしかどうしても見えないんだよな。6、4あった ?6 番さん、2守り、はい。6番さん結構初週から4、5どっちも殴ってんだよな。私正直、3、4ロール1強で追ってるんですけれども、いやそうだね、3、4ロール1強だったら、まあ、3、6落とせばいいだけなんだけれども、3番さんでいいんじゃないかなと思っている、初週から騎士の発言もしてて、で、2、2は何？あ、昨日2、2は何？騎士、あ、ごめん、時間ないけど、3、9番のプレイヤーが発言します。1釣りで、いや、俺、そんなに3が4の相方だったら、いや、微妙だな。ただ5、6ロールはないって、で、まあ5は普通に死んだったでしょ。まあ、護衛に関してはもう一回グッジョブ出してください。そうすれば勝ち確定するんで、それぞれグッジョブ狙ってください。それでいいよね。ちょっと待って、追加する。3が9から8。で、6が9、6から2だっけ？今2でグッジョブ出たでしょ。積み番面ってあるかな？人狼。ちょっと今考える。もうそれしかない。今日1釣りね。今日1釣りでグッジョブ出たして勝ちを狙ってください。うん。2分の1で勝ち確だから、騎士頑張って、本当に期待してるんで、頑張ってください。2分の1で勝ち確なんで、はい、頑張りましょう。頑張ってください、本当。それしか言えない。8、3が 8GJ で、6が 2GJ。なるほど。OKOK。それぞれ護衛先は、もう頑張ってください。もうそれしかいない。本当に頑張ってください。本当に頑張ってください。で、まあ一瞬目、もう夜が明けた段階で言っていいと思う。で、8と2に言いたいのは、まあ、もし俺が噛まれてた場合だけど、それぞれの騎士の護衛先と、ローが騎士どっち死んだったらどこ噛むかなっていうのをちょっと考えながら考えてほしいかなと思う。俺はそれをやっていくんで、騎士頑張って、本当、お願いします。1番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね。まあ私では私残してくれるんであれば今日6つって6の色結果を落としたいなというふうに思ってるかな。うん。で、6が、白結果だった場合っていうのは4破綻なんで3、4ロンロで明日3つってやれば、勝ち確なんじゃないかなというふうに思ってるかな。うん。ただ6がね、初日からね、4、5の、ライン、5に対してライン切ってきたっていう点、そこだけが若干気になってるんだよね。そこの視点は8とは同じなんだよね。
だから、5、6、ローローっていうのもね、若干読めなくもないんだよね。まあ、3、4、ローローか5、6、ローローなんだと思うけどね、私視点は。だから、強6つって、色結果出して白結果出れば、4の破綻で3、4、ローロー確定する場面だから、強6釣りたいかなっていうふうに若干思っている。まあ、3の発言聞いてもだけどね。はい。私を残してくれるんだったら3、6精査してほしいかなっていうふうに思ってる。強6行きたいなと思っています。以上。2番のプレイヤーが発言します。まず1番さんに言いたいのは、別に破綻とか関係なく4番さん自爆してるんで、6の色結果落ちようが落ちまいか、まあ、仮に6番さんどうだったらもう終わりますって話ですね。多分護衛指示はもう多分必要ないですね。3択なので多分連紙来ますね、普通に。2、8のどっちかで多分グッチも出たんですけど、これ絶対連紙来るんで、3択になるんで、これ全くないです。その護衛指示っていうのは。例えば、今日どっちも2番守り、8番守りって言ってますよね。で、多分どっちかまた連紙するんですよ。で、8番さんが下噛まれた場合、6番さん、9番さん越えとか言うし、3番さんも、2番さん越えとか多分言うとは思うんで、全く意味ないですね。もう絶対、2、8、9は誰かが噛まれますって話です。普通に俺、騎士でいいんじゃないですかね。昨日自爆流したら本当に自爆してくれたんで、ちょっと嬉しかったですね。今日普通に騎士の黒い方を狙っていけばいいんじゃないかなって思います。ダメかな？今日1万3詰めで3、6精査したいですからね。それだったら別に1万3でもいいんですけど、1万3詰めしますか。ただ、1万3真の可能性も残して、ワンチャンスあるっていう、ですけど、今日3、6で詰めれば。言ってること分かりますかね。1番さんが死んだ場合っていうのは、3、6で外しても負けはない。で、1番さんが今日だった場合っていうのが、3、6で外すと負けなんですけど、今日1番さん釣って、明日3、6精査するなら、また同じことなんで、俺は1番さんを死にかけて、3、6どっちかで行きたいんですけど、ダメですかね。そっちの方が多分、勝ち率高いと思います。以上です。3番のプレイヤーが発言します。はい、3番です。あれ、2番さんは、格白でいいんだよね。ちょっと俺もよくわかんないけど。だよね。じゃあ2番さんが今日、1番さん行かずに、騎士行くって言うなら、6番さん、自分か6番さんの、俺は6番さん入れるけど、でも今日は1番さん行った方が安定でいいんじゃないかなと思うんだけど、ほら、1番さん強靭だったらあれじゃない？明日、PP になっちゃうんじゃないの？あ、どっちも同じ？どうだろうね。そこら辺。一番さん死んだったら、村目線三六釣り切ってもらえばいいんだけど、一番さん強靭だった場合は、これで外したら TP なんじゃない？まあ、そんな感じだと思うんだけど、まあ二番さんが三六で行くって言うなら俺、六番さん行くけど、それでいいのかな？ちょっとあれ？それでいいのかな？俺最後の発言だから俺が決まっちゃうの？でも2番さんが村目線は、シーンの人なんだから、各村でしょ？教授もないんだもんね。2番さんが今日騎士って行くって言うなら騎士でいいと思うんだけど、俺は1番さん行った方がいいんじゃない？普通は、7番さん行ったら1番さん行って、占い師行ったら、片方行くっていうのがセオリーなんじゃないかなと思うからなんだけど、まあ、発言ないし2番さんが騎士って行くなら今日騎士なんかな。じゃあ今日は6番さんでお願いします。6番のプレイヤーが発言します。はい、まあ、3で終わると思いますけど、3で終わらなかった時が一番あの1が狼でね、3強陣で4が狼で、4はもう3の2攻めがもう溢れ出てたから、もう僕にシクロ打ったっていう、そういうのがあるんですけど、まあでも3で終わると思いますけどね。はい、3入れます。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは6番、6番の遺言を発表してください。はい、
まあ、1が死んだったら勝ちです。だから1が強靭でも1が勝ちです。1の陣営の勝ちです。今使用したらいいですよ。しないんだったら死んってことかな。ね、あの、強靭だったらね、パッパッとね、使用して終わりましょう。お疲れ様でした。夜が更けました。人狼に気をつけてください。何6釣ってんのこの村、何6釣ってんのこの村、何やってんのこの123、陣外が何やってんのこの村、何やってんのこの村、ほんと何入れねえのこれ。夜が明けました。昨夜はなんでこれ入れねえの。1名の方が亡くなりました。信じらんねえ村だよな。のプレイヤーが発言します。はい、そうですね。はい、私、使用します。狂人です。はい。何やってんの、この村。なので、何6入れてんの、この村。はい。何やってんの、この村。3番さん、ご主人様でいいんですよね。はい。ってことなんで、今日に移りましょう。はい。に移って終わりです。何やってんだよ、この村よ。だね。4人いるんで、うん、3番さん。3、6精査して3番のオンシート見る村があったら負けに決まってんだ、こんな村。のプレイヤーが発言します。すいません、普通に外しましたね。私のせいですね。4番さん自爆したんで、4、6ローだと思っちゃいました。以上です。3番さん釣ります。3番のプレイヤーが発言します。はい、3番です。2番さん守りました。1番さんは2番さん行くの？ 2 番さん村じゃない？だから、人外として残ってるのは1番さんじゃないの？だから今日は1番さん行くのがいいと思うんだけど、違うのかな？1番さん、強靭しよう。でも俺的にはもう1番さんが人外しかないから、俺は1番さん入れるけど、違う？そうじゃない？ 2 番さんと8番さん。俺目線1番さんしかないから、人外ね。ここって、そうなんじゃないの？え、俺間違ってる？全人外露出で PP なの？え、じゃあ俺が狂人ってこと？いや、そんなことないでしょ？いや、俺目線は1番さんが人外しかないと思うんだけど、だから1番さん行こうと思うんだけど、2番さんと8番さん違う？ 1 番さんでいいんじゃない？最後ね。ちょっと2番さんと8番さんの意見聞きたい。聞くっていうか、もう1番さんしかないよね。俺は1番さん入れますよ。はい。8番のプレイヤーが発言します。ました。はい、負けました。1番さんがローだったら初週出てきません。1強でしょ？で、3ローでしょ？ 3、4ローロ1強でしょ？負けね。3番さん行くけど負けるよ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、ゲーム終了。村人陣営。何が起こってんの？さすがに終わった。ちょっとどういうことこれ。1番がね、ちょっと3番さんナイス。とかないからこんなことになるんですよ。遅延プレイみたいなことするから負けるんです。うん、いや、3番さん明らかに2位と。